はやとマッハプロレスワールドへようこそ。本日は幻の IWGP ヨーロッパ代表クラウス・カーロフについて触れてまいります。ドイツザクセン地方出身のクラウス・カーロフはドイツキャッチレスリングの第一人者として1970年代を中心に活躍します。1970年国際プロレスのダイナマイトシリーズにクラウス・カーロフはメッサーシュミットの名前でエース外人として参戦します。また新日本プロレスドバイ遠征にはクラウス・カーロフの本名で参戦し、キラーカーン相手に熱戦を演じています。IWGP ヨーロッパ代表決定戦とされたハノーバートーナメント決勝戦に優勝し IWGP ヨーロッパ代表とされましたが、実際にはクラウス・カーロフではなくヨーロッパヘビー級王者前田明がヨーロッパ代表として参戦しました。ライバルであるオットー・ワンツのようにアメリカマットに参戦することなくレスラー生活を終えました。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。本日は幻の IWGP ヨーロッパ代表クラウス・カーロフについて触れてまいりました。